政府は中国の武漢市に滞在している日本人の希望者全員を帰国させるため民間のチャーター機を今日午前飛ばす方針でしたが延期となりました背景について国会記者会館から伝えてもらいますはい、中国側の意向で午前出発の予定が変わった模様です関係者によりますと全日空のチャーター機は午前に飛ばす準備ができていましたが 中国側がアメリカの飛行機を優先して受け入れるという意向のため、今日未明になって予定が変わったとしています。一方、菅官房長官は会見で、中国の許可が取れれば飛行機は飛ばせると述べていて、今日中にチャーター機を飛ばす可能性がまだ残っていることを示唆しました。最新情報では、政府がチャーター機を午後4時か5時頃に武漢へ飛ばせないかと航空会社へ打診しているということです。 以上、中継でした。